坂道巡り、上田愛徳子のナレーションブログ。今回は私の愛読書タモリの東京坂道美学入門から、いよいよこの本最後のルート、根っこ坂史跡を散歩ルートを巡ります。スタートはこちら、明治神宮前駅。駅を出るとまずは表参道を通り、キャットストリートへ。おしゃれなお店が立ち並ぶこの通りには、昭和40年代まで渋谷川という川が流れていたそうで、今もこの下には地下水路となって流れているそうです。そんなキャットストリートの脇道へ入っていくと、早速今回のハイライト、根っこ坂。坂の名前は、坂の形が木の根っこのように曲がっていることが由来のようです。江戸時代、この辺りには大名屋敷や百姓地があったそうで、この坂はその頃から残る古い坂道。賑やかな表参道からほんの少し路地裏に入った場所にある落ち着いた雰囲気の坂道です。こんな根っこ坂を後に、続いて向かったのはこちら、大山自然学研究所跡。ここには戦前、日本考古学の研究者大山柏の邸宅と研究所があったそうです。続いて、江戸時代の医者で蘭学者高野長英が眠る善光寺に立ち寄り、青山キラー通りを渡って熊野神社でちょっとお参り、そして今回2つ目の坂、勢ぞろい坂。名前の由来は平安時代、御三年の役の際に源義家がここで軍勢を揃えて奥州へ出陣したからと言われているそうです。続いて、近くの観音坂の由来となった観音像が祀られた松林寺に立ち寄り、今回3つ目の坂、えのき坂へ。坂の名前は、かつてえのきの大きな木があったことからこう呼ばれるようになったようです。そしてこちらが最後の坂、観音坂。先ほどの松林寺に祀られた観音像が名前の由来だそうです。続いて最後の史跡ポイントはこちら、鳩の森八幡神社。境内には立派な藤塚がありました。こうしてすべての坂道を鑑賞し、この本最後のゴール千駄ヶ谷駅に到着。タモリの東京坂道美学入門、これですべての坂道をコンプリート。坂道、それは移りゆく時代の中、周りの景色が変わりゆく中、いつの時も変わらず、そこを通る人々の足を支えてきたのです。坂道の魅力を教えてくれたタモリさんと、この本に感謝申し上げます。